いい最高気迫何て色ピンク棒いいねピンクこんばんはちょっとえっと <laughs> ありがとうちょっとお待ちくださいね読みますね ブンブンブ,ーンブンブンブンこんばんはちょっと待って窓閉めよう。 しよしよしよしこんばんは。ちょっと待ってあやばいやばい。ガウさん、オルニストさん、長尾さん、里正さん、音速の気公師さん、慎太郎さん、赤佐豪さん、鏡さん、しゅんさん、たまひろさんバンフィーさん,ん bpm188 さん。ハッピーアイスクリームさん、クリーチーさん、たけさん、ひささん、鈴ひとさんドラミュンさん、よしさんこんばんは。バンフィーさん、ラブレターありがとうございます。 ドラゴンさんハートありがとうございます。たむひろさん、キスマークありがとうございます。バンフィーさん、お手紙ありがとうございます。ドラゴンさん、ハートありがとうございます。里政さん、お手紙ありがとうございます。<laughs> 口が2つも見つまった。確かに。マジでいっぱいリップ出てきた。みやさん、こんばんは。タスクさん、ハートありがとうございます。ダイさん、キスマークありがとうございます。ケースケいさん、ハートありがとうございます。よったさん、ダイさん、こんばんは。 KSK さんもこんばんは里政さんキスマークありがとうございますカイトさん鈴木一郎さんお豆腐さんリベドラさんこんばんは鈴ズヒトさんハートありがとうございますカピオジさんナモナモさんキスマークありがとうございますナモナモさんこんばんは元由さんこんばんはカイトさんキスマークありがとうございます里政さんハートありがとうございますお刺身さんこんばんはキスマークありがとうございますそうムッすんだよね今日めちゃくちゃ そうなんよ暑いねドリーマーさんこんばんはお刺身さんお手紙ありがとうございますたけさんキスマークーありがとうございますお豆腐さんハートーありがとうございますごま豆腐さんメッシさんふみさんこんばんはずーちゃんこんばんはリベドラさんハートーありがとうございますね5月下旬とかか今ねなのにもうほんと夏みたい シュガキさんこんばんは、長尾さんだるまありがとうございます。だいさん、お手紙ありがとうございます。さくさんこんばんは。博士太郎さんこんばんは。リップ葡萄色って感じ。そうだね。塗った感じが結構。そんな色もなんか、ね、私最近こういうなんかもう、くすんだピンクみたいな。色がめちゃくちゃ好きで。今年入ったぐらいから、もうずっとこういう色はまってるんだけど。 えー、群馬で34度ってやばいねそう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 ハマっているんだけれどもあなんか増えてる人が増えてますねそうだね配信してないけど。 でも増えてるねたっちゃんかんさんこんばんはそう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 今年にね入ったぐらいからずっとこんな感じの色が好きでピンクメイクとかもね最近よくしてますけどきみぞらさんこんばんはまるさん初見さんこんばんはありがとうございますハートもありがとうございますそうこれが出てきたりとか このあのあケースっていうかはねあのホリデーで出たやつかな多分そう限定で出たやつこれ絶対欲しいとか言って言ってたやつですねそうあとこれも結構これどうもうでも中身がもうないかもあんまりあんまないかもしれんねもうこれグロスこれも同じような色なんだけど これはね番インテンテスモーブこれもディオールだけどこれめちゃくちゃ可愛いんだよねラメがねすっごい可愛いの細かいシルバーのラメがもうここでも見えるもんねほらそうでもなんかめっちゃあるように見えるけどこことか見てもらうと分かるのもすっかすかなの中身が使いすぎてあの外側についてるだけって感じですこれが出てきたあとこれ韓国のねヘラっていう ところのやつで、これもピンクほら似たような色だけど塗ってみると違ったりするんだよねこれはねミュートピンクっていうやつですねカラーやばいよね本当にピンクだらけで最近使ってるこれ品スでしょこれはローグレープってやつこのピンク怖いよね サンドモンドドモこれィィルディルこれ最近買ったやつこれはちょっとオレンジピンクって感じコーラルピンクって感じかなそうでこれはグロスあのリップなんだっけこれあリッププランパー氷みたいだよねこれこれは色つかないピンク色だけどね見た目はでも色はつかないですもうここにあるだけで6本 もうどんだけさ使うの使い切れない使っていきます頑張って総一さんこんばんはリコちゃんこんばんはハートありがとうございますバンブーさんこんばんはハートありがとうございますニャーニャーズさんこんばんはドラゴンさんお手紙ありがとうございますうーんと君空さんキスマークありがとうございます 大関さんハートありがとうございますときさんこんばんは大関さんこんばんははこいさんこんばんは白老さんこんばんはハートありがとうございますそういうのなくなったら捨てるなんかこういうのは捨てるこういうの落ちちゃったこういうのは捨てるかなディオールはねなくしたことないからわかんないんだよねまだこれが一番なくなる可能性高い かななんかこれはあの中身変えたらいけるのよこれだけで売ってたからもともとそうでこれだけで売ってるのよそうだからあの中身を変えたら全然何色でも使えるのこれそうだからこれは捨てないけどだからこっちは捨てるかなこっちのリップの方だけは空になったら捨てるけど そうこういうのとかもしてるかな別に特にブランドじゃないものとかは取っておく予定はないですあと特別パッケージがめちゃくちゃ可愛いとかじゃなければこれも別にね中の色がこれなだけであのどれ買ってもこのパッケージだから別にいいかなって感じ切りないからね トシアンさんこんばんは来週は熱帯低気圧から変わる台風の影響で大雨かといううわーマジ最悪えそうでも出てきたのがこれのだけなのまあ,あの普段使ってるのはね3本だけど3つ出てきたのよそうだからもっとある全然この家の中にはまだいっぱいあるけど <laughs> とりあえずここに6本って感じトキさん ラブレターありがとうございます総一さんキスマークありがとうございます 662BPM さんこんばんはときさんお手紙ありがとうございますさとしおさんキスマークありがとうございますこれだけの種類メッカ服装に合わせて使うわけそうでもねこれはねちょっとねありすぎだねこれぐらいあると使い切れないけどでもまあ気分によって変えるのも大事ですから トコトコさんまこちゃさんこんばんはさとしおんさんハートありがとうございますプラムさんリップありがとうございますありがとう口紅ありがとうございます今日は宣言通りお片付けやらをしてましたちょっと断捨離したかななんかあとはあのー、私結構ね収納を多く部屋に置いてるんですけどなんかあのー 開かずの扉 <laughs> 開かずの扉ってほどでもないんだけどなんか開けてなかった扉を開けてその中を整理してみたりとかいらないものをね処分したりとかしてましたもう一部屋ないよないけどあの収納の扉そう扉付きの収納を使ってんのよ中見えんのが嫌で里政さんラブレターありがとうございます そうそういうことそういうこと暑くて今日私さっきから言ってるけどもう暑すぎてもうずっと今日髪の毛結んじゃってたもう耐えられないと思ってそう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 ,そうなんかさいるものだけを入れてたつもりなんだけど なんかよくよく見たらもういらないかもみたいなやつってあるじゃないですかそうだからそういうのを処分したりとかしてましたね今日はずっとあとはなんか付録欲しさに買った雑誌とかなんかずっとそのままにしちゃってたんだけどもうさすがにいらないかもと思ってそうちょっと片付けたりとかしてた本棚が開いてすっきりした。 タコボーツさんこんばんはーステンマルクさんこんばんはそうそうなんよあー <laughs> めっちゃわかる開かずの扉に VHS ね場所通るよねわかるよ使ってたもんめちゃくちゃ天使さんだるまありがとうございます めっちゃ使ってたからわかるし、うちにもあるあの実家ねここにはさすがいないけど実家にもまだあって捨てれないんだよね。さき村上さんこんばんはお手紙ありがとうございます。藤尾方さんこんばんは流れ星ありがとうございます。源五郎さんこんばんは。多分ねうちのは見れますねまだつながれば見れるけど。 でもさそれ見てどうすんのって話なんだよね鈴人さんハートありがとうございますそうなんよそうなんだけどさなんか捨てれないんだよねっていうゲンゴロウさんお手紙とキスマークありがとうございますそう再生費が壊れたりそうなんだよね そそうそうあるあるだよねでもね見ようとしてみたことないからわからないそうカズさんこんばんは天使さんグッドありがとうございますやだよねで今日なんか本当はあは出かけるつもりなかったんだけどあのー、あれなんだっけ あれを買ってき、あのー、なんかゴミ袋がなかったりとか <laughs> そうゴミ袋なかったりあとなんかペーパータオルあのー、キッチンのさシンクの周りとかを、あのー、拭いたりとかするのにペーパータオルを使ってるんだけど布巾が嫌でそうでペーパータオル使ってるんだけどそれがなく ななくくっっっちゃっててて予備があると思ってたんだけどなくてそ,うそういうのも必要だなと思ってあのまあしぶしぶねさっき買い物行ってきたのよもう日が沈んでから行こうと思ってそうでなんか昨日あのここのね飾りっていうかここのさタイムテーブルのところどうしようかって話になってなんかマスキングテープとかあの周りに貼ったら可愛いんじゃないってい。 言っってもらったからなんか近くの百均見てきたんだけどなんか全然可愛いのなくて <laughs> なんか平安の絵柄みたいななんかすごい渋いのしかなくて <laughs> えなんでなんでこんな可愛いのないの <laughs> と思って今日はちょっとやめた明日また出かけるから明日違うところ見てこようかな <laughs> と思って <laughs> なんかすごいなんか結構渋めのやつしかなくてなんかちょっと違ったからやめといた <laughs>。 お店に持ってくると円盤なのにダビングしてくれるあそうなんだでも確かにね気力 <laughs> お金もかかりそうだしねそんなのひろのりさん HSK さんキムさんにんてさんこんばんはテープがかびただけあーあるよねそういうのねまるさんえんやさんみっちさんこんばんはオレンジピーちゃんハートありがとうございますいっぱいありがとうえそうそうなんかさ本当になんかそのなんていうの あの百人一首みたいな感じの絵柄っていうのとかがあって、そうなんか渋って思った。石子ちーさん。こんばんは。アランさんこんばんは。キスマークありがとうございます。ヘモあ違かった。モーくんさんアッキーさんこんばんは。<laughs> たまにあるこの名前呼び間違い。 すいません。ネオさんこんばんは。ハートありがとうございます。そう！明日は早起きなんで。あのこのこの後、この3枠目の前にお風呂に入ろうと思ってます。えっ、髪の毛結んでるの可愛いって嬉しい。なんか暑くてさ。今日本当に我慢できなくて結んでしまいました。 なんかさ私結んでるの好きじゃないのよ自分が全然漏れてなくて好きじゃないんだけど暑さに耐えられずもう結んじゃったアランさん藤さ,さんん流れ星ありがとうございますそう6月の飾りもね あのなんまだ何にするか決めてないっていうか見てないんでそうなんだろうね6月ってアジサイかカエルじゃないカエルとかが多い気がする結んでると目力増してみてとてもあ本当マジやったたまになんか巻きポニーとかもしようかなここねもっと高めに今すごい下で結んでるけど伊賀さんこんばんは。 明日は嫁の言い付けでエアコン掃除確かにでも今の時期やった方がいいな。跳ねてないことないえー、マジ嬉しいなんかあんまりさ自信ないっていうかあんまり好きじゃないんよ自分のさこの結んでるだから私ほとんど結ばないじゃん髪の毛。ボイドさんこんばんはミルクテイさんこんばんはそうなんかさこの多分さここのつながりとかがなんか変だからさこことか。 なんかこことかがないからさ多分余計変なんだろうねなんかいい感じに伸ばしてちょっと上手にやってもらいたいな切ってもらいたい天使さんグッドありがとうございます今日はねもうあの T シャツにもうあのデニムっていう超ラフな格好でございますこれあれだあの年明けかなに買ったデニム 今は何の変哲もないって感じの <laughs> ちょっと薄いデニムですね薄い色のデニムのり <laughs> さんこんばんはタオルリュボーの高平さんこんばんはハートありがとうございます確かにスポーティー今日同棲してる彼女感あ本当いい、ええ、山形かかしさんこんばんは ねラ,ラフな服装にポニってとってもいいえ嬉しいな <laughs> そうえピーナウさんこんばんはピーナウピーナウさんこんばんは。 そっか久しぶりに来た人この髪色見たことないんだ <laughs> めっちゃ前だよめっちゃでもないから結構前だよ私がこのこの色になったっていうかあのー、これも第二段階なんだよね <laughs> 最初もっと金でそ抜けすぎちゃってめっちゃ金になって似合わなくて嫌で初見詐欺えわすごい伝わりづらい初見詐欺。<laughs> しかもさ初見ではなくないかその髪色変わってるっていうのが分かってたらなに久々詐欺ってことどういうこと山形かかしさん流れ星ありがとうございますゆうたさんこんばんは年しのりさん流れ星ありがとうございますそう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 どうどういう <laughs> そうでも本当にさもうちょっとグレーとかに染めたいでも慣れてきた目が 今更おひさってことあよかった <laughs> おひさたかみーさんこんばんはたむひろさんラブレターありがとうございますまめのめさんこんばんはミルクテーさんキラキラありがとうございますそう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 上え,えどこ本当はどこまで見たことあるのあじゃあ本当に髪色は変わったのは見たことないんだ 暗髪のマーチを思い出すえんとタッキキーーさんキスマークありがとうございますえ、そう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 であのなんかブリーチしたくてずっとそうなんかさブリーチした方がさいろんな色が入るじゃないですかまあ抜いてるからねそう、だからそれでなんかミルクティーとかやりたかったんだけど一番最初ブリーチして一回ブリーチしてってやったらもう抜けすぎてマッキンキンになったのよ そうで似合わなくてそれがでその後割とすぐ染め直してだいぶ暗くなったんだよねなんか緑みたいなかみ緑にしてほしかったわけじゃないんだけどそうあのー、緑色が結構強く出ちゃって緑っぽくなってで今それが落ちてこれって感じなのだからちょっと緑っぽいんだけど今もおけいさんこんばんは。 写真ホ山ほどあるから見るからそうしてインスタとかにも載ってるかなそうだからねあのなんかもうちょっと頻繁に美容院行けるってなったらあの暗くしようかなと思ってるなんかでも一回ブリーチしたから暗くしてもちょっと透明感は出るんだけどそうなのよ今結構明るいんですだから。 オレンジは私暖色に合わないからね次はもうあのなんかココアブラウンみたいなのにしたいかな本当に暗い色暗め茶色だけど暗くてみたいなそうだけど抜けてるから透明感が出てほしいなーっていう気持ちですそうなのそうなのそうそうさんこんばんはひそうそうさんこんばんは <coughs> そうそう ひろひろしさんキスマークありがとうございますそういうことですだからこれでもね暗くなった方なのあめぐみのさんこんばんはみっちさんキスマークありがとうございますガタイさんこんばんはお手紙ありがとうございますあーそうこれはい 系をね、ちょっとデコってみようってことになってそう私は最近の伸び悩み期だからいろんなことをやってみようってことであのちょっと背景をまず工夫してみてるっていうでこれは5月の飾りなのこれ毎月変わるんですよそうだから今5月だから5月のやつなんだけど6月になったらまた変わるのこれがだからこれじゃなくなるのよそうちなみにこのチューリップは4月のやつだったんだけどなんか名残でいるって感じ。 そう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 。ひささんキスマークありがとうございます。そう。そう私あの保育かというか保育のあの大学を卒業してるんで、なんか私なりのというか自分の強みを出そうかなと思って。 こう、こうなったって感じです。とりあえず。いろいろ模索して今やってみてるっていう感じ。伝わったかい。タムヒロさん、レインボースター、ありがとうございます。そう、本当にね、もうね、システムが変わっちゃってね。いろいろねっていう。そう。ショールームのね、システムが変わって。 なんか結構ね厳しいんですよね。アランさんハートありがとうございますそう母数が多い人がねどんどん不利になっていくっていう感じなんです最近のショールームは。 うん、めちゃくちゃだよもう <laughs> めちゃくちゃ良くないよ前の方が全然良かったもんあの星がさ大変じゃん見てる側からしたらだけどあれって結構さ意外とポイントになるじゃんそうあのね星がなく星とか種とかがなくなったっていうのが結構一番でかいかもしれないそう3周とかさその母数が多い 人の方がさそういういポイント稼ぎやすいからささたけんこんこばんはそうだからなんか前よりもなんかもう課金課金みたいになってんのよ。そうまあね結局さまあ前からねまあ、課金が大事ってなるけど最終は。だけどそこまでの積み重ねがさそのポイントで補えなくなってきたっていうのが。 結構でかい気がしてる渡り鳥さんかずーさんこんばんはそうだよねミッションも二重ルーム回らないといけ確かに確かにそうそうなんかねそれもね最初もっと少なかったのにねなんか増えちゃったしねカズオ君間野浩一さんこんばんは そうそそううなんよそうだからもうイベントとか全く勝てなくなって最近そうなのだからいろいろやってみてるって感じ私は私で一生懸命いろいろやってみようっていうことこれを機に渡り鳥さんハートありがとうございます そうそうそううミッションでもあっても配信みたいなまあそうだよねそうなの泣いちゃうよねそうだからあのもうちょっと前とか盛大に闇散らかして <laughs> <もう笑>すごかったんだから <laughs> 本当に <laughs>。 そう。和夫くんハート、ありがとうございます。けんさん、こんばんは。今は平気なんだけど、そう、ちょっと前とかもう本当に。もうガチで、結構人生で一番やんだぐらいやんで。未遂弁の一つ前に、わがやつやつ、だから、一人の席上で一人になった方。え、いるいる、そういう人。 えなんかもうなんかね自分に自信が全然なくなっちゃってそうなんかねでもねそこまでもすごいこうみんなに勝たせてもらってたから調子が良かったのよ私の中ではもうトントン拍子で来ちゃってたみたいなところがあってそれで急にこうガクンと勝てなくなってっていうそうカレーナイスさんハートありがとうございますケンさんキスマークありがとうございます流れ星もありがとう。 そうそうそうそれで自信なくなっちゃってでしかもなんかそれがちょうどその大学卒業してあのその先を決めるみたいな時期とちょうどかぶっちゃっててで私は今就職してなくて配信者としてやってるから,からそのタイミングっていうのもあってでもうどうしようみたいなこれからなんかまあもう新卒は逃してるわけじゃん私も大学卒業した年だからね。 そうだから新卒捨てて配信者になったけどこれじゃ無理だってなって <laughs> そうでそうどうしようってなったみたいなどうしたらいいか分からないっていうのとその自分に自信がなくなったっていうのでそうだからもう本当にどうしていったらいいんだみたいなか変に焦るしもう悪循環よねだから。 そう変に焦ってイベント打って結局勝てなくてまた病んでみたいなもう超悪循環だったの。ただ今はもう何て言うのもうさ落ち込んでてもしょうがないしそれってできることをやってみないことには仕方がないなと思って今いろいろやってみてるって感じなんか新しい取り組みこういう背景をちょっと変えてみたりとかあと、あのー、今までやってなかったんだけど、あのー、レベル10。 私のところでレベル10になってもらうと隊っていうんそれになってくれた方にそのファンルームであの画像を、ね、一人一人に宛名入れてあのサインと日付その日なってくれた日の日付を入れて画像をプレゼントしてるんですけどとかもやってみたりとか,、まあ、だからそれがどういう風に転ぶかわからないよ別にそれで変わらないかもしれないしもしかしたらちょっとずつ見てくれる人が増えるかもしれないし。 まあわかんないんだけどとりあえずあのやってみようかなって感じそうイベント現場は6月の30日日曜日に新潟で一応決まってますって感じですそうあのお誕生日 が6月3日なんですけどまあ全然ずれてるんですけど、まあ、一応6月中ってことであの一応ね3部3部制で最後の部があのなんだっけあれになってます生誕イベントになってますえっとね古町そう1個前はね東京だったんですよ渋谷 だったのだからなんか結構ね転々としてるの関東と新潟を私今関東に住んでるからそう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 この家業で独り立ちするってタイミングだったからそう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 ねほんとんかねタイミングなんかねよ,よかったか悪かったかみたいな感じだったよねあの時ねそう。 でもまあ落ち込んでてもしょうがないしせっかく自分でやるって決めたからとりあえず限界まではやってみようと思って <laughs> 今一生懸命やってるって感じ。じゅん,くんこんばんは。おしちゃんがやんだ時自分の無力さは知るけど結局応しかできないので何もできないけどえう、ー、嬉しい <laughs> 全然そんなことないのにはまちゃんマンこんばんは。 そうなんかね専門学校みたいなところにねでやるんですよそうなんか私もなんかさ場所とかまでは私は何にも関与してなくてあの普通に手配してもらってるだけなのスタッフさん側にそうだからちょっと分かんないんだけどそうでもフルマえ来てくださいぜひまだ6月末だからま,まだあるある1ヶ月以上あるからぜひ待ってます <laughs> あやちゃんとやるよ」 ってね。ね学校でイベントってなんかすごくない？なんかあれみたい、学園祭みたいじゃない？学園祭？文化祭？一緒？<laughs> 一緒か？<laughs> みたいじゃない？わかんないけどなんかそのどういう感じなのかわかんないけど。 楽しみ初めてのあのー、会場だから楽しみですそうそうそう宮島あやちゃんとやるよでチケットねまだ発売もしてなくて6月3日私の誕生日当日の20時1分から発売会社なの2001年生まれだかららしいんだけどそうだからまだ発売してないので よかったら SN、SNS 等をチェックしてください。<laughs> おんがに絵た時一緒にもらい打つもらい打つってやばいね。だって涙流すことしかできなくてえでもさだからさそれさよくないなって思うんだよね。なんかその私はさ見てもらってる人だから見てもらってる側だから。 私がみんなに元気を届けなきゃいけないのにそんな私がメソメソしてたら良くないなってめっちゃ思うのだからそういうのもあってやっぱりもうとりあえず元気に <laughs> 生きていこうって感じ <laughs> そうでも今別にから元気とかじゃなくて普通に楽しくやってるからそこは心配しないでほしいんだけどそう大丈夫私は本当にやばいってなったらみんなに助けてって言うから大丈夫だよ 急にいなくなくったりしないから大丈夫えしかもねなんかねすごい地味なんだけどねちょっとずつねあのルームのフォロワーさんとかも増えてるのそう嬉しいんだよねで今はあのー、毎日配信私このショールームの毎日配信が今今日で340日目みたいなんですけどあのー。 とりあえず350日日をを今目目標標ににししてててその先は年るんですで私もともと活動してた時にお仕事として配信してた時は全然配信してないで有名でそうもうマジで本当にもうなんか私の配信って全然見たことないみたいな人がほんといっぱいいるくらい私は配信全然してなかったの。 けど、配信で戻ってきてそう配信するの楽しくなってそう、それで今目標を持ってやってるからあと1ヶ月ないくらいなんですけどそうそれも楽しみなのすごいよねもう340日だあっという間意外とあっという間かもしれない。 将来どうしていきたいとかビジョンある。そうなんかね、全然私ってやりたいことが昔からなくて、なんか将来の夢みたいなのがないんですよ。そう。だからなんかあの配信をして、なんかあのイベントとかでね、なんかこうなんだろう普通に生きてる時に。 てかさ普通に生きてるだけじゃ掴めないチャンスをみんなの力を借りて掴んでみたりとか掴んでみたりとかっていうか <laughs> あのー、ね用意してもらったりとかそうなんかそういうのでいろんなことやってみたりあと自分でイベントやったりとかさまあそれもスタッフさんの力を借りてなんだけどでも自分のイベントをやれていたりとかそうあと最近はあのー、長岡のさ 日向さんっていいるじゃないですか NGT の, NG の、あのー、ひなたんほんまひなたんとラジオとかやってたやってたってかやってるかひなたりってラジオやってるひなたさんとちょっとご縁があって、あのー、ひなたさんのイベントの司会をやらせてもらったりとかそう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 。とか。 なんかいろいろねご縁があっていろんなつながりが今できてきててそう私も予想してなかったんだけどそういい傾向だよねマッシュさんこんばんはだるまありがとうございます振り向けばあっという間マジでそれねドンテンさんこんばんはソーリーさん親衛百136人目ありがとうございます そうそうそうんんんちゃんこんばんはそうそそそうそううだからあのー、今は結構そういう感じですそうだからあのー、和弘さんこんばんはそういろいろやってみてるって感じだからなんか なんだろう決まっててこれになりたいとか何て言えばいいの,そのこれになりたいっていうその確定があるわけではなくてそうっていう感じですだから何か配信者としてのあり方もそうだしなんかその自分の今後のビジョンとかももろもろ模索しながら今生きてるって感じかなって言った方があの伝わるかも。 そ,うそれが一番正確な表現かもしれないそうそうそうって感じですなんかすごいざっくりなんだけどそんな感じ <laughs> そうただあの大学はさっきも言ったんだけど保育系の大学を出てて4年生の大学通ってたんですけどあの幼稚園教諭の一種免許とあと保育士資格を持ってるんで 一応資格はありますって感じ資格と免許は持ってますっていう感じですえすごい待ってあのさなんかさちょっとす言っていいあのさ <laughs> 今私4位じゃん三位3位さんとのさ差がさ昨日とかずっと4位でさ ずっとさ2桁とか言ってたじゃんなんなかこれ1桁になったのめっちゃ嬉しいんですけど全然まだあるけどなんか昨日さ十何万とかさあったからさすごい嬉しいって今 <laughs> <laughs> すごい嬉しいですなんかこの桁が変わるのって結構嬉しくない嬉しいんですそう国家資格なんかねでも国家試験とか受けたわけじゃないからそうあの 私が行ってたところはあのそこの授業を受けて単位を取ってあの実習とかやって授業を受けてみたいな感じであの卒業とともに資格をこう授与されるみたいな大学だから国家試験受けてる人の方が絶対大変なんだけどそうそうそう,そうまあねでもその分ちゃんと実習とかもやってますよっていう感じ。 マッシュさんハートありがとうございますまこちゃさん親衛隊137人目初めてありがとうございます嬉しいやったねドンテンさんキスマークありがとうございますそう焦っても仕方がないしこういうところでちょっとこう私も士気を上げていかないとオタを幼稚園児扱いとかしな,い <laughs> なんかさ私ってそういうキャラじゃないじゃん <laughs> <laughs> 私ってそういうキャラじゃないしみんなもそういうキャラじゃないから <laughs> ちょっと気まずさはあるかもしれない <laughs> カズーさんキスマークありがとうございますドンテンさんお手紙ありがとうございますなんか嬉しいなあの結構ね最近初めて親衛隊になってくれる方がちらほらいて嬉しいですね ああとあのほら何ヶ月連続何回目みたいなあのやつとかもさ継続されていくじゃんそれもね嬉しい。イースさんこんばんこばはいやおかしいせっかくなんでそれなんていうのすごい濁してるけど言ってるな最後 <laughs>。 そうだからハロウィンとかいいんじゃないもうなんかコスプレっていうかさもうエプロンとかあったから持ってるからさイーストさんキスマークありがとうございますクマさん初見さんこんばんは可愛い,いでありがとうございます優しい <laughs> そうだよ <laughs> もう暴れない落ち着けーって <laughs> みんな落ち着いてーってなる <laughs> イーストさんお手紙ありがとうございますえー、マジであと2分しかないやだやだー 6月末のイベント違うよ <laughs> 誕生日だってく <laughs> まさんキスマークありがとうございますはい次は23時ちょっと遅いけど見に来てねーあのー、お風呂に入ってくるのでちょっとすっぴんで失礼しますが申し訳ありませんくまさんハートもありがとうございます嬉しいじゃあまた後ほど お会いしましょうありがとうございましたまたねありがとうケロロさんこんばんはオリゼンさんこんばんはまたね <laughs>